ダグラスでバナンダは、スリランカのタミル人政治家、イーラム人民民主党党首で、ジャフナ選挙区選出の現職国会議員、2019年11月22日に、漁業、水産資源大臣に就任した。また過去には、伝統産業、小企業開発大臣や社会福祉大臣を歴任している。 かつては、スリランカタミル系武装組織に所属しており、タミルイーラム建国のために、政府軍と戦っていたが、後に、政治家に転身した。日本語での表記には、デバナンダの他にデバナンダやデバナンダがある。反政府組織タミルイーラム解放の虎に対して強い、反対の立場に立ち、避難を続けていたため10回以上暗殺未遂に、あっている。インド政府からは指名手配されており、 殺人、殺人未遂、暴動、違法な集会、誘拐などの罪に問われている。1957年11月10日生まれ。父親は石油企業で働いており、母親はジャフナセントラルカレッジの教員であった。3人の兄弟と一人の姉妹がいる。また、彼が6歳の時に母親を失っている。彼は1974年にコロンボへ引っ越したが、 それ以前は、ジャフナセントラルカレッジで学んでいた。コロンボへ引っ越してからは、父方の叔父の家に住み、コロンボ頻度カレッジで学んだ。スリランカ共産党の党員だった父と、労働組合員だった叔父の影響を受け、彼自身も、タミル解放運動へ関わるようになった。そして彼は、イーラム解放機構に参加し、後に、イーラム革命学生機構の創設メンバーとなった。 そしてこれ以降、ダグラスという偽名を使うようになった。1978年、エロスはデバナンダをパレスチナ解放機構の政党、ファタハの下で軍事訓練を受けさせるため、レバノンへと派遣した。1980年、エロスは二つに分裂し、イーラム人民革命解放戦線が構成された。デバナンダもイプルフへ参加した。 1980年、レバナンダはテロ防止法によって2回逮捕され、収監された。その後さらに銀行強盗によって、もう一度収監された。そのため1983年7月に、反タミル人暴動が発生した際、彼は刑務所の中にいた。1983年7月25日と27日の2日間、53名のタミル系囚人が、 新原刑衆人によって殺害される事件が発生した。これを受け、デバナンダと生き残った27名のタミル刑衆人がバッティカロア刑務所へと移送された。同年9月27日、デバナンダを含む41名の政治犯たちは刑務所を脱獄し、デバナンダはインドのタミルナード州へと逃れた。デバナンダはインド当局から訓練を受け、 イップルフの軍事部門人民解放軍の司令官となった。そしてパレスチナ解放人民戦線から軍事訓練を受けた。ジャフナへと戻ったデバナンダはイップルフのスリランカ全体における軍事行動の責任者となった。1984年5月10日の夜、デバナンダの命令を受けた PLA はアメリカ合衆国オハイオ州の新婚夫婦、スタンレー・ブライソン・アレン。 メアリー・アレン夫妻を旅行先のジャフナで誘拐した。イップルフと PLA は夫妻が CIA のスパイではないかと考え、身代金5000万ルッピーと20人の捕虜の解放を求めた。その後インド政府の圧力を受け、アレン夫妻は5月12日に解放された。1985年5月5日、デバナンダ率いる PLA はスリランカ海軍の基地を襲撃した。 しかし作戦は失敗し、デバナンダのいとこである昭和や PLA の副司令官、シンナバンが戦死した。1986年初め、イップルフの指導者であるデバナンダとパトゥマナバの間に、意見の相違が生まれた。そしてイップルフが、ランジャン派とダグラス派の二つに分裂した。その年の後半、デバナンダは、パトゥマナバと会うために、インドのマドラスへと向かった。 1986年11月1日、マドラスにあったイプルフの事務所が、地元民に襲撃された。現場に居合わせたデバナンダは反撃し、インド人弁護士1名を殺害、他4名を負傷させた。この事件でデバナンダと、他9名が逮捕された。また夜景マイナス472丁と、その他の武器が押収された。デバナンダは保釈金を払って釈放された。 デヴァナンダがインドにいた1986年後半、タミル・タイガーがイプルフを襲撃し、大きな被害が出た。イプルフ幹部の多くが殺害、または誘拐され、拠点と武器はタイガーに占領された。また、イプルフの武器をデヴァナンダが隠したこと、さらにその支持者の一部がタイガーの襲撃を受けた際に逃走したことでも、非難された。1987年、 イップルフのダグラス派が同党を離脱し、新しくイーラム国民民主解放戦線を創設した。同党にはタミル・イーラム人民解放機構から離脱したラジャン派も参加した。しかし、ラジャンがインド人と協力を始めた結果、それに強く反対するデバナンダと対立し、エンドルフは解散した。その後マドラスに移住したデバナンダはイーラム人民民主党を結成した。 同年後半、タミルタイガーは、デバナンダの兄弟であるプレマナンダを殺害した。イッペップは、資金不足に苦しんでおり、デバナンダは、資金調達のためマドラスに住むスリランカタミルを誘拐し、金をゆすり取った。1989年には10歳の少年を誘拐した容疑で、デバナンダ以下25名が、インド警察によって逮捕され、収監された。彼は保釈金を払い、 再び釈放された。1990年には暴動を先導したことと、バラバンと呼ばれる人を脅した容疑で、マドラスの警察が捜査を始めた。同年、デバナンダはスリランカへと帰った。1990年、デバナンダはコロンボに到着した。スリランカの情報組織の取り計らいで、デバナンダとスリランカ国防副大臣との会談が用意された。デバナンダは、エピドップを、 スリランカ政府の監督下に入れる代わりに、タミルタイガーから守ってもらうように要請し、政府はこれを受け入れた。そして、エピドップは、準軍事組織に変更となった。これにより、デバランダは、タミル人を裏切り、敵と通じたとして、非難を受けた。スリランカとインド中のエピドップ幹部がコロンボに集結し、政府は、エピドップに対して、財政支援を与えた。 政府の支援を受けたエピドップは、タイガーの撤退後に、ジャフナ半島を管理した。エピドップは、半島にある島々を利用して、スリランカとインドの間の交易を行った。これには、税金が課せられ、コロンボに住むタミル人は金を譲り取られた。1993年1月1日、コロンボのコタヘーナにある、プレミルスポーツクラブからセルバクマルという男性が、拉致された。 彼は、エピドップの元支援者であったがデバナンダの運転する、車に乗せられて、彼の家まで連れ去られた。彼は、デバナンダの家にある牢獄に、他の人々と一緒に拘禁された。セルバクマルは拷問され、エピドップは、彼の家族から金を揺すり取ろうとした。エピドップは、武力闘争を放棄して、スリランカの民主的手続きに参加したと主張した。しかし、 軍事部門の活動は正確には記録されていない。1994年、デバナンダ率いるエピドップは初めて国会選挙に参戦した。ジャフナ選挙区から立候補したエピドップであったが、当時多くの地域はタミルタイガーの占領下にあり、それらの地域では投票がなされなかった。そのため、エピドップはたった1744票で9議席を獲得した。 デバナンダもわずか2091票で当選し、全国区でも当選した。エピドップは大統領チャンドリカクマーラトゥンガーと協力し、彼女が率いる人民連合に参加した。2000年10月、デバナンダは開発、北部復興、東部北部タミル問題大臣に就任した。その後2001年12月の政権交代によって一度は大臣の座を追われたが、2004年に、 PA の後継連合統一人民自由同盟が勝利すると2005年11月から社会サービス社会福祉大臣に就任した。さらに2010年からは伝統産業小企業開発大臣を務めた。エピドップはタミルタイガーを批判していたためデバナンダは常に暗殺の標的となってきた。過去10回以上の暗殺未遂事件にあっている。ありがとうございます。